こんにちは、柴田です。今回ご紹介するのはブラックスターの HT メタルです。このペダルの特徴としてはこちらですね。真空管が積んであります。なのでデジタル的なものが苦手だなっていう方にはもってこいのエフェクターですね。ぜひぜひ一度使っていただきたいです。そしてもう一つ大きな特徴があって、2チャンネル別々で分かれております。チャンネル1の方がオーバードライブとクリーン、そしてこっちがハイゲインですね。かなりいい感じで歪んでくれます。ライン録音もですね、やはりこのチューブっていうのは強いですね。めちゃめちゃハイゲインなんですけれども、嫌味な感じが全然しないです。弾き始めるとね、なかなか止まらなくなっちゃうぐらい心地いいサウンドです。ではつまみを見ていきましょう。こちらはですね、チャンネル1のゲインになります。そしてここにボタンがあって、クリーンとオーバードライブをポチポチできると。で、左からベース、ミドル、トレブルで、 ISF っていうのがございまして、これはですね非常に重要で、音質をですね変えてくれます。このつまみだけで好みの音色が作れるっていうぐらい重要な役割になるつまみです。野村芳雄さんのレビュー記事を見ていると、こっちはですねアメリカンサウンドより、そしてこっちはですねイギリスロックよりというふうな表現がされておりました。ガラッと音色が変わるんですけれども、本当好みの音にですねすぐ持っていけるっていうぐらい便利なつまみで、私シーバードはですねこちらよりが個人的には好みでしたね。僕の好みはイギリス寄りだったんだというのが判明しました。でハイゲインがですねイメージ強いかと思うんですけれども、このチャンネル1のオーバードライブもかなりいい感じなので、ぜひぜひそちらの方もお聞きいただきたいなと思います。でハイゲインの方なんですけれども、やはりですねこのドンシャリ気味にして、ここの ISF でいじっていくと、これがやはり HT メタルの醍醐味じゃないかなというふうに思いました。では早速音をお聞きください。